諦めてます、初めから好かれてるとは思ってません、だから取引しましょうよ、僕には地図がないんですよ、あは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 あ、笑い話で済めばいいです、たまらないからたまらない、詰まるところは詰まらない、情けかければ情けない、僕には地図がないんですよ、あは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 あ、笑い話で済めばいいですが、どうも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 、皆さんカメラ回してるの誰も拍手をしてない歌のコーナーがやってまいりまして、もうなんか歌うのもなかなか賛否両論あるんですが、あの月に1回ぐらいはというお慈悲と、あとですね、この番組で初めて言います、あの5月15日に5ヶ月ぶりにライブをやります、横浜のパラダイスカフェっていう、ちょっと粋な感じのお店で、5月15日少し先ですが、水曜日です、6時半開場、7時半開演でございまして、これがですね、元フリードの金崎義太郎さん、私の唯一の師匠でございます、義太郎さんと私のトーク&ライブセッションボリューム2、去年の12月12日にやりましてですね、これがもう大好評で、もう全米が泣いたというですね、よくわかりませんけども、そんな感じでございました。それで、ちょっとちゃんともう一回やろうということになりました。多分仏の顔も3度までと言いますけども、まあもうこれ2回ぐらいでいいんじゃないかという説もあります。もうそれぐらいで終わろうと思います。で、僕はまあ歌いまして、その後金崎先輩が、出てきてトークをやります。で、その後ちょっと休憩があって、最後に金崎義太郎さんが、もう渾身のライブをやるという、構成になっております。ぜひ、皆さん日にちだけでも覚えてください。5月15日水曜日、午後7時半から横浜の、まあ、馬車道あたりにありますパラダイスカフェで私と金崎義太郎さんのトーク&ライブがございます。日曜日フードコートを抜けたら一番向こうに君がいた、ずっとそこにいたのか、こんなに迷ってごめんね、あまりにここは広すぎて見失ってしまったよ、何もかもが多すぎて大切なことを忘れてた、空の青さと水のざわめき、人と人との花火が終わる、寂しすぎる夜、死にたくなる朝、僕がすべてを変えれるわけじゃないけれど、スイートホームに憧れ、スリルある日々捨てたよ、色気の切り振りやめて、君は笑顔になったね、何度も死んでしまった、何度も生まれ変わった、赤いネオンは消えて、ブルーランプが灯った、悪い奴らがこっち見ている、悪い奴らに巻き込まれるな、うつろいやすい心、何か信じている、僕が全てをあがなうわけじゃないけれど、なだらかな坂道、ゆっくり登って行こう、段差があるから気をつけて、時には転んでしまうかも、
遠い夢に思える深い眠りの中のダンスを踊っていたいな。終わりのないダンス、波に飲まれず苦しみの海渡り切ったら泣けてくるかな。かけがえのない日々、キラキラのひととき、僕が全てを包めるわけじゃないけれど、フードコートを抜けたらそこに君はいてくれた。ずっと気づかずごめんね、こんなに近くにいたのに。ずっと気づかずごめんね、こんなに近くにいたのに。失礼しました。はい、もうゆうかちゃん手が疲れてたでしょ。あの下に置いていいですよ。というわけでございました。日曜日という曲がありました。今日はあの都合によりいや長めにあのライブスタジオライブコーナーやります。大丈夫ですか。続いては去年作った歌で、あの自分で7曲作ったんですけど、一番評判が悪いのは私島岡っていう曲 でこれはあの島岡さんの前でやったら、あの二度とやらないでくれってことで、もう二度とやり、一回だけライブで一回、このスタジオで一回やりました。二度とやります。でもし気になる方はあの、YouTube で検索してもうそれ言うとまた島岡さんに送ります。で一番まあ自分7曲のうち、まあ、3曲まあまあという思ってる曲があるんですが、エビのビスがしょっちゅうやったので、続いては風が止んでも。止まない雨がいつまでも降っている。止まらぬ涙がどこまでも流れてる。心静かに暮らしたい、心休まる場所はない。誰かにでもくれないから、みんな自分が可愛いだけ。稲妻がとどろき、地響きが鳴ってる。今夜だけ、お前だけ、俺のハートにタッチした。今夜だけ、お前だけ、愛を知ってる、愛を知ってる。知らないうちに時間が経っていた。時間の顔を思い切り叩いたが、風が強くて目を閉じた。風が止んでもなおくらい、お前誰かに操られ、俺は誰かに振られてる。目が覚める前の悪い夢みたいだ。今夜だけ、お前だけ、俺のハートにタッチした。今夜だけ、お前だけ、愛を知ってる、愛を知ってる。ふわふわのぬいぐるみ、突然燃え出した。見知らぬ天使より、なじみの悪魔さ。風がひどくて動けない、とてもまっすぐ歩けない。頭の中に虫がいて、虫はなかなか殺せない。目が覚める前の悪い夢みたいだ。今夜だけ、お前だけ、俺のハートにタッチした。今夜だけ、お前だけ、愛を知ってる、
ないから、みんな自分が可愛いだけ、少しマウスを動かしてこんな全てを消してくれ。稲妻が轟き、地響きが鳴ってる、今夜だけお前だけ俺のハートを掴んだぜ、今夜だけお前だけ愛を知ってる、愛を知ってる。失礼しました。風がやんだもお送りしました。今あのスタジオには2人の美女がいらっしゃるんですが、もう美女というだけでセクハラだってさっき島岡さんに注意されました。二、うん、人の運だって、女性がいらっしゃるんですが、二人ともカメラを回してるので拍手はありませんが、決して二人とも私のことを大嫌いというわけではないと思います。岡村陽一ミリライブ、とうとう最後の曲になってしまいました。まともな、あ、5月15日でございます。5月15日、横浜パラダイスカフェ、金崎義太郎&岡村陽一。トーク&ライブセッション、なんと前売り4,000円、当日4,500円というただみたいな金額になっております。ぜひいらっしゃってください。グレイという曲です。まともな恋もさせてくれ、そろそろ俺も大人だし夢を追ってる男と恋をなくした女が、束の間でぬくもりは知らなくて、その先は君が弾いてたピアノの音が寒い心に突き刺さる。グレイの似合う男がいい、ずっと前から思ってた。映画みたいに出会って、ドラマの中で別れた。束の間でぬくもりは知らなくて、その先は二人迎える眩しい朝の白さが突き刺さる。まともな恋もさせとくれ、そろそろ俺も大人だし。いかがでしたかと聞くのも恥ずかしいですが、どんな？いやでも私、はい、この間ライブ行かなかったので、はい、新曲初めてですよね、聞くのね、はい、聞いとうと思って、はい、でも私やっぱりお休みが一番好きです、はい、ありがとうございます。ゆかちゃんとこの後登場する三輪和音は、ライブには絶対行かないと。いや絶対じゃないですよ、多分来ない。じゃ場所が遠い。
って本当に言いました。もうね、というわけでございまして、スタジオライブをお送りしました。来月はまた あと1ヶ月歌いませんので皆さんご安心くださいませ、4月29日にスタジオライブやりますが、この日は久しぶりに4ヶ月ぶりに、はい、本間照子が、この降臨しますので、はい、ちょっと長めにやろうと楽しみですね、思っております。スタジオライブのコーナーでした。この曲の後はなんと美和和音さんが最近主役をやったらしいです。登場いたします。映画ローナルキソスオリジナルサウンドトラックより街、夜、あらゆる光と考えてるって実写をアニメに、へえ、実写の一コマ一コマを要するにソフトを使って書き換えていってアニメーションにしちゃう。で声が竹内力って、すごい豪華や、豪華やろ。で、うん、ランドセルのランドセルがパンダやんのパンダのランドセルが喋ってんの。それが写真のパンダが竹内力さんだけど、シュールやな、めっちゃおかしいな。それだけでもおかしいんやけど、そういうのとかを出品してはって、へえ、面白いな、面白いなと思って、シリーズになったらええな。それ短編なんですか、その時限り。あ、うん、だから短いお話がこうつながってる何分かアニメみたいなのあるやん、あのコーナーとかで、だからシリーズでいけるんじゃないですか。あなたへはこの後にしますね、嬉しかったです。庄司さん、そうです。何も考えてきてないけど。あ、もしもし。はい。はい、美和和音さんのコーナーです。はい、こんにちは。はい、さっきちょっと声が微妙に聞こえてましたけど、ね、笑い声とか。なんか最近、うん、ここからほど近い、うん、丸子橋で、そうそう、なんか主演作品を撮ったという噂を。すごい。言っていいのかね。いや、もうでもいいと思います。うん、そう、一応気がついたら主演だったのね、これっていう感じなんですけど、はい、おかげさまでちょっとやってます。今日後でいらっしゃる庄司監督の、お友達でもある菱沼浩介さんっていう方の作品で、先にちょっとおばあちゃんのシーンを撮ってたんですけど、ちょっとそういうところから話がどう転がったのか、たまたままたおばあさんになりましたもういろんなところをね走り回っております。でもキキキリンさんだって、うん、本当20代の頃からおばあちゃん役をやってたとおっしゃってましたよね。そうそうそう、うん、だから例えば、現役でまだやってらっしゃる先輩女優がいっぱいいらっしゃるんだけれども、うん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 、じゃあ実際撮影の現場って結構1日2日で取り上げなきゃいけないっていう時があるじゃないですか、うん、結構ね時間がね、うん、その時具体的にじゃあ自分がもし作る側だったらって考えたら、やっぱりそういうお体のことを心配しながら、本当のおばあちゃんだとちょっと大変かなと、うん、実際ちょっとねお風呂屋さんのドラマなんかでも、うんうん、現場ご一緒してて、うん、ケアしてあげる人が今もスタッフさんのも、それの専属なんかでとてもじゃないけどできないし、体冷えるとか万が一ってこともあるので、それで、うん、そういうことだから、あれ僕ちょっと途中でね、まあ和音さんはとてもいい方で、はい、今こういうロケしてますねっていうのを写真を LINE に送って見たんですけど、もう完全に、うん、知らない、なんか僕の近所だってこと分かってるよ、私もこの様子で、うん、なんかいかにも差し入れ持って今回と言ってそれね、気がせえへんの。いやちょっといろいろ私も忙しい、うん、はいはいはい、そうそうそう、それでそうそう、だから和音さんが、はい、あれ白髪になってた、ね、カツラですか。いや、ねもう地毛で来ました。地毛をどうしたの。あ、まあ、一回脱色して染めたの。うわ大変だ。一回全部色抜いて、でそこから戻ってますね。いや一回戻しました、うん、死にましたけどね、髪の毛が、うんうん、でそれから色を逆にグレーに入れていくって、うん、そうするとまだらになるのでリアルっぽいかなと思って、うん、あ、そうですね、完全に真っ白なんだよね。真っ白ではなくて、うん、むしろちょっとその黄色が、うんうんうん、だから色を変えていく途中で本当まだらの三毛猫みたいな時期があって、うんうん、うわーって言って目が慣れるのにやっぱ1週間ぐらいかかって、うん、それがだから今回この間その丸子橋の分に関してはもう目が慣れてたので、うん、あ、これでもしばらく行ったのかと、ね、あれはホームレスの役なんですかというかないの、うん、まあそこまでまで言って、まあ、でもまあまあそういう感じなんですよね。自由人で、僕の写真の印象だと、橋のなんかたもとみたいなところで、自由人ですね、自由に生きているおばあちゃんの、まあまあその、はい、役で、どういうことをやったの実際は。うん、
まあ、そのおばあちゃんの過去っていうのが出てくるの、うん、ちらっと出てきて、で若い時は倉俣ゆかがやるとかそういうわけじゃないですか。いや、うん、今回ね、さらば静寂でのご縁なんですけど、宇賀野健一監督が一応監督なさってて、渋谷を中心に活動している若手グループ、なんだっけ、始発待ちアンダーグラウンドってグループがあるんですけど、うん、それ の, あの MV って最初聞いて、ミュージックビデオです、はい、うん、でそれがまあなんか短編映画になって長編になっていくとかの、ちょっとどういう作り方もういかにもなんか、あ、私主役な大女優の風格がプンプンしてました。プンプンでも何でもなくて、うん、本当にね、うん、何にも考えてなくて、いや私でいいんだったらやりますぜひっていうところがこういう風な話になっているので、うん、ね、あ、よかったなと思って。でも今ね、はい、すごいのはそのミュージックビデオが、それがいつ見れるんですか。多分明後日ぐらい。でも出してもいいでしょ。明後日ぐらいに何で検索したら分かる。例えば YouTube とか。YouTube で、あ、いやいや、そのタイトル、曲のタイトルとかは。ですね、知らない。あれ、ミュージックビデオなんですよね。そう、バンド名言ってください。タイトルが、指先未来予想図っていう。あ、これは覚えられます。指先未来予想図で、はい、明後日以降 YouTube とかで検索してくると、はい、三輪和音さんの主演の、まあこれが短編映画といいますか、ミュージックビデオが見れます。でこれがすごいのは、もうほらあったじゃん、 I have a pen の方もそうですけど、はい、面白かったら世界中誰でも見れるっていうところがすごいよね、うん、今ね、うん、で、ご一緒させていただいたのが、あと浜津さんとか。浜津貴之って知ってますか、あなた。わかります。カメラを止めるのは主役ですよ。あ、あの人ですか。あの監督の役の人と一緒です。すごい、もう今やもうビッグですよ。はい、そうです。平松香菜子さんって元 SKE の、うんうんうん、そう、まあ、その今の子なかった、そこそこ自分も大物と並ぶ。そういうつもりは全然なくて、うん、あ、でもなんかなんていうの、作り手の人たちもちゃんと見てくれてたんだな、ね、これまでっていうの、うんうん、こっそりこそこそ一生懸命応援しててはいてたんですけれども、うん、それこそいろんな、こんなとこでもやってたのっていうような場面とかシーン、うん、場所が出てくるので、はい、ちょっと面白いかなと思っていて、で、まあ、参加したのが、これがどういうふうな形で育っていくのか、どういう形で利用していただくのかなっていうのがちょっと今楽しみではあります。まだ完成したのは見てないんですか。まだ何も見てない。まあ、明後日以降ですね。で、そうそう、だからこれから徐々であるっていうことと、やっぱり作ってからのスパンって、編集も込めてだけども、今、去年こう参加させていただいてたのが、うん、徐々にこれからポロポロポロと出てきてたり、うん、あ、公開になるような、そうそう、で私も何に参加していたのかさっぱり忘れてるような感じだったりはしていて、なるほど、そうそう、だからのんきにやってますけど、もう一回そのミュージックビデオの曲のタイトルお願いします。はい、始発待ちアンダーグラウンドの、指先未来予想図です。はい、始発待ちアンダーグラウンドで、こちらのまあ、イベントが3月の31日に行われるということで、これから徐々にキャンペーンなんかされていくんだと思います。まずは始発待ちアンダーグラウンド、とか終電乗り逃がしちゃったっていう女の子たちが集まって、うん、そういうノリでできちゃったっていうのが一番最初のコンセプトみたいな。女の子のバンドなんですか。だから、もうすでにこう流れてるお歌とかは結構そのなんていうの、うん、キャピキャピアイドルでは全然なくて、あ、そうですね、そう、かなりこう、ディープな感じがして、はい、だから光と闇も感じたりっていうのが面白いかなと思って。始発待ちアンダーグラウンドの指先未来予想図で検索してみてください。はい、あと何かこれから公開になる映画とかタイトルだけでも言いましょうか。どうしよう。そうですね、個人的にちょろっと参加しているのが金スマの志村けんさんの回とか。あと再現の方です。再現の方。あ、本当すごいすごい。あとだから CM も。CM は言わない方がいいですね。言わない方がいい。これからね、その志村けんさんの回はまだ言わない方がいいですか。放送日いつとか。私もわかんない。意外とね、わかんないですよ、再現って。だから本人が見てびっくりとかね。大体ね、ゆかちゃんもほら、大河とか出てるけどさ、
テレビ見てて一番驚くのは自分が映った時ですね。そうですね。あの内容によっては私たちも仕事の部分として受ける場合もあるから、それはもうカットありきだと思っていて、だから作り手の意図、それからそれをこう見せたい側のその中の、あのお話の中の生活者と思ってるから、うん、そうそう、だからいろんなことがあるんです。いろいろあるわけ、大人の事情ですか。そういうのってあるから、うん、それはしょうがない、うん、はい、そうだから面白いのがやっぱりこれまであまりこう深く考えなかったところもあるんだけど、うん、こう関わって一生懸命やってきたところがここ、数ヶ月の間に随分、あ、ここでもみんなつながってたのに、ここでもつながってたのねっていう話が、こう本当にアンダーグラウンドでつながってるみたいなのが、ちょっとあの個人的にはこっそり面白くって、はい、続けてますけど。大変ありがとうございました。はい、今日は主演映画、の主演短編映画ね、はい、うん、まあ、のミュージックビデオ、告知でございました。皆さんもう一回言いますね。始発待ちアンダーグラウンドという女性の、グループの、指先未来予想図という曲です。あさって以降 YouTube とかで検索していただくと、はい、あの三輪和音さんのこの晴れ姿が、はい、どこのご飯やみたいな、そうそう、全然誰か分かれんね、そこがいいんじゃないですか。それとそして浜津孝之さん、あのカメラを止めるな、この間日テレでね、つい、先々週ですかね、先々先週そうそうやってました ね、 ね、金曜ロードショーで放送されました。小柳監督もそうやってなんかいろんな方とつながりを持つ中で、うん、あの方は本当にあの結構話題の方とちょっと出会って、ね、そうですね、そう、うん、でも和音ちゃんも非常にいいところにいやなんかいるじゃないですか、本当ありがたいなと、まぜまぜしていただいて、はい、三輪和音のシネマハモニーでした。この曲の後は、またもう一本映画をご紹介します。ゲストもいらっしゃってます。映画ピンボケシティライツオリジナルサウンドトラックより高架下の2人、されたのが嬉しいな。あの自分の歌なんですけど、いつも歌詞を見ない主義なんで、あ、だから間違っても誰も分かんないんだけど自分は許せないんですよ。でさっき3曲やったんですけど1曲間違い、入ってないんだ、入ってないって、入ってますよ、入ってます、入ったの、置いて機械に入っちゃう、あっちの機械かもしれないよ、機械に、あんなふうに入れてなかったんだけど、佐藤さんに、サミーが現れますよ今嘘、来るの、聞いてたの、いや聞いてないです、来るって現れてる、今は気分実際に今、はい、どうぞ、よし、おはようございます、すみません、いい、はいはい、閉めて閉めて、入って入って、皆様お聞きの放送は川崎 FM、FMKCT です。79.1MHz でここ武蔵小杉駅前にあります。タワープレス1階の小さなスタジオからあなたへ。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 お送りしております。毎週月曜日の午後1時から3時まで私、岡村陽一のシネマストリートでお楽しみいただいております。なお、この放送はインターネットで世界中のどこからでもお聞きになることができます。金沢でも。新宿でも。皆様ぜひ、川崎 FM のホームページに入っていただきまして。リッスンレディオのところをチェック、なんか今日声低いですね、そうですか、ところをチェックしてみてください。あ、言い忘れてました、第2部のアシスタント倉本由香ちゃんです。第2部サッそして岡村一のシネマストリート専用サイトでは過去の放送の動画をご覧になることができます。ぜひ一度岡村一のシネマストリートで検索してみてください。さて、最後、今日最後のゲストはですね、映画監督、庄司武さんです。よろしくお願いいたします。あ、よろしくお願いします。庄司剛ですね。あ、剛か、失礼しました、ごめんなさい、剛さん、よくあの間違われます、ここは、はい、ごめんねごめんね。3月30日からですね、ショートフィルム撮ってらっしゃるんですけども、3本、4本ですね、はい、4本です、ね、あ、そうか、これもそうです、失礼しました、この4本のタイトルを教えてください。はい、ですね、池袋シネマロサで3月30日から、偏愛ビジュアリストという特集上映の名前で、4本短編映画をやります。自主映画ですね、うん、1本目がローナルキソスという映画で、2本目がそのホモソーシャルダンスで、ピンボケシティライツ、そして最後が、23時60分という、この4本ですね、はい、です。この23時60分というのはつまり午前0時じゃないかと思うんだけど、ここがちょっと意味深な、あ、そうです ね、 ね、まあ、あの今日でも明日でもない、ね、ちょうど間、本当にね、です。さて、庄司剛監督を、はい、さっき初めてお会いしたんですが、
も金沢のご出身で、あ、そうですね、はい、もともとはずっと小さい頃から絵が好きだった。そうですね、もちろんそうですね、うん、ただ僕はあの映画の前にまず、絵を描いてまして、あ、そう、はい、で、まあ、そういうところから、映画に入っていったという、うん、ところもあるかもしれない。絵が動いて映画になったんですもんね、うん、そうですよね、はい、なんかこうインパクトを受けた、この絵がいいなと思った一本って何ですか？あ、それはあの子供の頃ですか？子供の頃は、ですね、もう子供の頃の割とトラウマというか衝撃的だったのは、さよならジュピターという、はい、あの SF 映画、ね、小松左京監督ですね、はい、はい、あれはかなり衝撃を、三浦友和とか出てね、小松さんがもう俺は NG なしで撮るんだって、あの SF のすごい大家ですけど、ね、そうですね、あれを見て何で、はい、あのトラウマだったんですか？いや、なんですかね、あれがそう70年代の学生運動の要素だったりとか、まあ、そのなんかテロリズムとかがこうどんどんこう出てくるんですけど、そこはこうなんか大宇宙のこう SF の中でこうすごい学生運動みたいなものが展開されていて、子供だったんでよく何やってるのか分かんないですけど、あ、そうですね、なんかその何なんだこれはっていうので、あとあとこう調べてみると、あ、そうかそうか、あれはそういうなんか学生運動とかをモデルにしてた、あの、そう、描写だったのか、仕方だったらね、そうですね、なるほど。それでやや大人になって、ちょっとちゃんと、まあ、映画を、まあ、見られるようになって、グッときた一本って何でしょう？グッときた一本、次はですね、でやっぱり、高3か大学1年、うん、それぐらいの多感な時期ですよ、はい、多感な時期は何でしょう、パリテキサス、ね、ああ、ビム・ヘンダース監督ですね、はい、なるほどね、あれで、あのガンでパルムドール取りましたね、そうですね、パリテキサスって皆さんなんかおしゃれな映画だと思うでしょう、あのテキサス、テキス、あ、アメリカのテキサスにパリっていう地名があるんですよね、そうなんです、そこで、はい、まあ、ずっと離れているお母さんを探しに、お父さんと坊やが、そうですね、で、ある、なんていうのかな、僕はもうよく知りませんけど、そういうちょっと風俗店なんですよ、風俗店なんだけど、そのタッチなしの、あれよく知りませんけど店で、ミラーそうですね、はい、ミラー越しの、そうそう、でこのお客さんの方から向こうに電話で話せると、で向こうからお客さんは見えないミラーになって、はい、お客さんから彼女が見れて、別に脱いだりするわけじゃないんだけど、すごい美女がいると、でそれがどうも自分の奥さんらしいって言って、その男がもうちょっと疲れた男が行くわけ、そしたらまさにその奥さんで、それがナスターシャ・キンスキーなんです。そうなんです、美人なんです、ね、めっちゃめちゃ綺麗で、もうね、あれ見てとろけましたね、私は。そうですね、中のまたピンクのセーターがエロいんですね。そう、もう 今もパッと思い浮かびますね、ずっとその話してると映画話できますけどあれを見てどう思った？いや、まあ、僕パリテキサスなんで好きかっていうと、うん、あれ、まあ、その別れた妻とか、まあ、その一回破綻した家族がもう一回こう再生しそうになる話じゃないですか、うん、でまあ、ちょっとその、ね、オチの話になっちゃうのであれですけど、まあ、その今まで普通 の、 まあそのお父さんがいてお母さんがいて子供がいてっていう、その単なる普通の家族像じゃないものを、うん、僕らに提示してくれるというか、はい、まあ、それだけが正しい姿じゃないんだよっていうのを、うん、まあ、最後にしっかり提示してくれてたのは、うん、もうそれが僕今までにない体験だったので、うん、それで未だにずっとこう心に残っているというのはありますね、うん、そうですね。それとそのいわゆるその、まあ、風俗というか、そのいわゆるミラーハウスみたいなところで、はい、ね、シーンですね、面白いのがね、やっぱ映画的にすごいなと、ビル・ベンダースだと思ったのは、こっちから向こうから見えない、はい、でこっちから見えてて、喋ってるうちにだんだん2人とも泣き出しちゃうんですよ。電話でちょっと喋って、全然言わないんですよ、自分は旦那だとか嫁さんだとか言わないんだけども、なんかこう人間と人間のコミュニケーションって難しい、はい、距離感みたいなものがそういうミラーハウスの中で出てるという、非常にこの映画目で見るものであるっていうのは本当にベンダースはよく分かって、で一回僕インタビューしたことあるんですけどね、そこまでの話はできなくてね、ちょっと時間が向こうの人がバツバツって、もう時間ないとか言われて、ね、ベンダースの話したそうだったんですけど、ちょっと また会う機会があったらと思うんですけどもね、その映画の影響を受けたというのが今回の作品にもなんか現れてますね。ちょっと、ですね、僕らこの4本公開されるうちの2本を拝見してるんですけど、まず、ローナルキソス。はい、からちょっとゆうかちゃんに、短編です、21分の映画、こんな映画です、はい、主人公はですね、ゲイでナルシストの絵本作家山崎なんですね。で彼は自分が年老いて醜く衰えていくこの姿を見ることが耐えられなかった、なんてある夜に若くて美しい男レオに出会うんですね。で
まあ、レオとの何ですかね、このちょっと大人なプレーが、大人プレー、はい、まあゲイなんですよね、うん、でかといって接触とかじゃないんですよね。むしろ、ね、むしろこの、ちょっとこれ言っていいですかね、昼間の放送ですけども、はい、まあ、この、年をと置いたこの男の方が裸になると。で、若くて、まあ、綺麗な男の、子が、まあ、お金で、そうですね、買われてるんですけど、はい、何かをするわけじゃなくて、なんと、ぶつんですね。はい、ピシッ、痛い、ピシッ、痛い、もっと強く、ピシッ、あ、なんで俺一人やってんだろう、よくわかんないけど、ぶつという。そうですね。うん、だって、それちょっとプレー中に、まあ、気を失っちゃうんですね、山崎、はい。倒れてしまうという。の方が。じゃあ、やめときよ、年取ってたしと思うけどね。うん。で、まあ、要は、そういうプレー中に倒れてしまう、この自分の老いた体っていうんですか、老いた姿っていうのが、こう、すごい悩みなんですけれども、ただそれはもう、若いレオにはもう全然こう共感してもらえないというか、そうですね、響かないというか、まあ、若者はやっぱりそういうのはあんまり分かってくれないですからね。で、ただそのもう鏡を見るたびにその自分のこうなんていうんですかね、まあ、見にくいわけではないんですけど、こう老いてる姿を見ることにこう山崎がこうだんだんちょっとなんていうんですかね、こう難しいですね、表現が。そうですね、追い詰められていくっていうんですかね。で、まあ、ちょっと自分を傷つけるような行動に走っていくんですがっていう感じですね。これは 4K で撮影してまして、そうですね、素晴らしい美しい映画でもあります。 ありがとうございます。僕はレオがタジオに見えましたね。お分かりでしょうか。タジオ、あ、はい、そうですね、はい。ルキノ・ビスコンティ監督の世界的傑作、はい、ベニシのシス、あれの影響ある、ベネスに進出の影響あります？はい、まあ、それはもちろんそうですね、うん、やっぱりもう。いわゆる年老いてくる、はい、中で、ダーク・ホガートがやりました、アッシェン・バッハっていう作曲家がいるんですね。で、この人が、まあ、ちょっといろいろあって年老いて、それでベネスに療養に来る。そこでふっとものすごい美少年を見て、一瞬にして恋してしまって、彼を追いかける。美少年も自分の美しいことを分かってて、というぐらいは。で、だん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 その老人が滅んでいくっていう、はい、それだけの映画なんですけどね。美しい映画でしたね。そうですね。その影響というのは、そうですね。でももちろんベンチテニス、まあ、名作だと思うんですけど、うん、まあ、果たしてそれ現代にそれを置き換えた時にそれが成立するかどうかっていうので、それもありまして、うん、でまあ、より今回はその現代的な年老いた、芸の老人っていうのを、まあ、描いてみたつもりです、うん、僕は、はい、うんうん、なるほど。あれ音が鳴って大丈夫ですか？すみません。なるほど。ゆかちゃんどうでした？いや、一見すると別に普通の男性なんですよね。だからパッと見たら別にその方がゲイかどうかって分からないじゃないですか。はい、で、なんかなんですけど、こうなんかうちに秘めた何かをこう持ってるんだなっていうのが、まあ、ちょっと私性別が違うんで、まあ、男性同士の暗夜婚やはちょっとよくわからないところは確かにあったんですけど、でもそれ別に男だから女だからっていうわけではなくて、やっぱ昔特にその自分の容姿にこう自信を持ってた人ほど年老いてだんだん見にくくなっていく姿に耐えられなくなるっていうのは、はい、なんかすごいわかるなっていうところがあって、よくわかる、うん、やっぱよくありますよね。それこそ、そうですね、はい、なんかだから若さを保つためにあの手この手を尽くしてみたいな、はい、ね、ヒアルロンさんとかね、はい、そうですね、うん、それ多分、女性とあとは、多分男性でも俳優さんとか、うん、あと芸の男性っていうのは、この感覚をおそらく共有していただけると思うんですね、うん、そう なぜかっていう と、自分が、性の対象として見られているっていう明確に分かっているからで、うん、そうじゃない人っていうのは逆にその性の対象として見られてないと思っているので、だから別に自分の容姿は気にならないんです、年老いても。そうなんです。だからこの映画実は、まあ、女性の方が共感してくださる方多いです、ね。あ、そうですか。なるほどね。確かになんか、ただあれですよね、この山崎は別に、はい、だからといって若さを保つために何かをするっていうわけでも、まあ、特にそう描写は入れてないんですけど、まあ、うん、多分若作りするためのこのおしゃれな格好したりとか。そうですね、ね、ちょっとまあ、どうしてすいません、どうしてもベネスにシスと比べてしまうんですが、そのアッシェンバッハは作曲家で、はい、山崎も絵本作家というのが共通点がある、はい、あるんですけども、山崎自身が自分ベネスにシスでは顔に化粧したりするんですよ、アッシェンバッハがね。そうですね。それはずっとこう汗と暑さで崩れていくとかすごく、まあ、怖いんですけども、
この山崎はそういうことはしないんだけど、僕思うに山崎は、このレオって若くて綺麗な男に今ぶたれてるんだけど、はい、あそこに自分を同化してるんじゃないですかね。あ、でもそうですね、うん、まあ、そのナルシズムというか、うん、まあ、その若い男に自分をこう固くしているというか、うん、あのローナルキソスというローってのを老けたという意味ですね。ナルキソスっていうタイトルなんですけど、ナルキソスはこの映画の中でも出てきます。ギリシャ神話。はい、ギリシャ神話で、自分がもう美しいと。で、こう湖に自分の姿を映して落ちて死んじゃったというね、はい、それがナルキソスなんですけどね。もう自分の、湖に映る自分の姿に見とれて、うん、溺れて死んでしまうんですね、ナルキソスは。でも彼はそれが、でも若いから、若いナルキソスだからこそこう自分の美しい姿にこう溺れてしまったわけですけど、うん、じゃあそのナルキソスがこう死にそびれてですね、うん、年を老いてしまったらどうなっただろうかっていうのを、まあ、うん、がテーマですね。あ、はい、なるほど。今週の土曜日から池袋シネマロサで4本立てショートフィルムが公開になります。庄司剛監督をお迎えしています。ではそのこの映画からこの曲を聴いていただきましょう。はい、映画ローナルキソスオリジナルサウンドトラックよりソングオブナルキソス。映画ローナルキソスオリジナルサウンドトラックよりソングオブナルキソスでした。さあこのローナルキソスもものすごくなんか面白い映画で、ああ、ありがとうございます。僕ね始まった時にねドキュメンタリーかなと思ったのね。あ、全然内容知らなくてドキュメンタリーかな、これ劇映画じゃんと思って見たらな、このおっさん変なおっさんやなと思ったら、ああやっぱりそういうことかと思ってたら、なんかさっきちょっとまたこの続きになっちゃいますけど、ちょっと友情のようなものがありますよね、明らかにね。そうですね、悪い男にちょっとね騙されたりしてね、この男、はい、老人がねいろいろなことを考えさせられます。人間が老いていくことは何かとか、あと、美とは何かみたいなものを、はい、まあ、ちょっとこういうふうな映画、いわゆるホモセクシュアルな映画だということで偏見を持たないでですねご覧になると、特に女性に見ていただきたいなと、そうですね、はい、感じがいたします。さあもう一本はですね今回初公開なんですけど、はい、ちょっと説明がしにくい。しかもラジオで、これだってちょっと一部ね、これテレビ番組だったらよく抜き書きをやるでしょ。あ、そうですね、一部ポンと出せばいいんですけど、ラジオ番組でしにくいんですけど、私どもの番組では、はい、倉俣由香というですね、最終兵器、リーサルウェポンを持っております。倉俣由香ちゃんが、紹介してくれます。ホモソーシャルダンスという、これ11分間の短編です。これすごく説明が難しいんですけれども、はい、まあ、学園ドラマのパートと、あとコンテンポラリーダンスのパートに分かれてまして、はい、それがこう交互に展開されていくというちょっと変わった作品なんですけれども、でしかもこれ全編通して会話がないんですよね。そうですね、はい、ダンス、音楽だけです。音楽だけなんですけれども、うん、まあ、どういう内容かと言いますと、まあ、スクールカースト、まあ、いわゆるこう学校のクラスの中でも上の方に序列がありますね、はい、のこう、まあ、一番下にいるようなスクールカーストといってもちょっと分かりにくいかもしれないけど、まあピラミッド荒れた学校であるのは間違いないですね。だからハイスクール神器とかあんなイメージでいいです。そこに、高校なんですけど、なぜかそのどうやら西洋人みたいな、はい、ワールがいたりしてね、その主役の男の子なんか素朴な、よくあの子を連れてきたなという、そうですね、見たことない顔の素朴ないい感じの子なんですけどね。ちょっと冴えない感じ。そう。で、カーストというのはつまり身分制度があってですね、完全に彼は下の方にいるのはもう見てすぐ分かると。そうですね。はい、そこから始まります。はい、で、その、まあ、冴えない男の子が、もういわゆるこう一番上の方にいるような、はい、こうグループ、まあ、イケてる男の子のグループのマドンナ的存在の女の子にこうが好きになって彼女にアタックしようとするんですけれども、まあ、彼女にちょっと拒絶されて、で周りのそのマドンナを囲む男の子たちにもちょっとまあバカにされてっていうような状態だったんですけれども、まあ、そのマドンナ的女の子がちょっとしたなんていうんですかね、こう男性を傷つけるような、はい、まあ、発言みたいなのをしてしまったことによってこう女の子を囲んでいた男の子に逆に今度そのマドンナ的な女の子が拒絶されてしまうという、で今まで一番底辺にいたような男の子が今度じゃあ仲間って言ったらおかしいんですけど、はい、こう男の子の仲間になっていくんですけれども、その一番際そうだなと思ってた男の子が彼女を守るためにその難しいですね男の子たちに立ち向かっていって、女の子がその男の子のなんか良さに気づくみたいな感じのお話を
学園ドラマとダンスで表現してるっていう作品です、はい、どうですか難しい10点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 ありがとうございます。いやー見せてもらったあのいやよくわかりました。でそれをねセリフなしで今、はい、こうやって傷つこうとか言った言うシーンなんかセリフなんかないんですよ。そうです。もう人の動きと音楽とダンスだけで表情と表現、はい、これどうして作ろうと思ったのこういうの。あそうですね。でこれあのまあ、直接こういうお話なんでやろうかと思ったかっていうと、うん、まあ実はまあ、去年ツイッターとかでこうすごいバーッと盛り上がったの MeToo 運動と言いますかね、はいはい、まあ、女性がセクハラを受けた女性とかが、はい、私もって言っても世界中でこうみんながこう連帯していったという運動があるんですけど、まあ、例えばその日本でその MeToo 運動っていうのが盛り上がってきた時に、ツイッターとかで何が起こったかっていうと、まあ、その声を上げた女性に対して今度それで攻撃されたと思った感じた男性たちがこう寄ってたかってそのセクハラを受けた女性たちを今度攻撃するっていう、その多分それはその男たちが自分たちが傷つけられた自分たちのプライドを傷つけられた自分はそうじゃないのにっていう感覚があって多分その女性たちを今度攻撃していくんですよね。そのなんかそんなお前なんかセクハラを受けるほど可愛くないじゃないかみたいなことを言ったり、それが非常に僕見にくいなと思っていて、うん、まあ、それを、じゃあ映画という形で表したかったんですけど、それをじゃあストーリーでやる方がいいのか、まあ、どういう見せ方がいいかって考えた時に、あ、これコンテンポラリーダンスでダンスで表現しようという、で僕はやっぱり、まあ、今回偏愛ビジュアリストという特集上映のタイトルなんですけど、まあ、そうビジュアリストゆえにこう見た目をじゃあどうしたら面白くなるだろうかっていうので思いついたのが、もう男性と女性それぞれの、シンボルですね、まあ、男性器と女性器、まあ、はっきり言うと、はい、何デコとボコが出てきます。そうですね、はい、もうそのズバリ人間がそれを演じてます、はい、格好姿をした、男女が、まあ、この丸いものも2つ出てきます。そうですね、はい、その分かりやすく、はい、丸いボールがこう2つ男性たちはこうついてるんですけど、まあ、そういう、 こう動きにくい少し格好しながら、それで、まあ、ステージ上にこう丸い一つの大きな円を描いてですね、それは何かというと、まあ、我々の社会です。男性社会、まあ、今家父長制という言葉がありますけど、まあ、その男性によって作られた社会の中で、男たちがどう動き、まあ、女性がどういうことをしたら排除されまた受け入れられるのかっていうのを、まあ、その現状を、ダンスで表しました、はい、でもちょっとそれ今説明聞いて答え合わせをしてたんですけど見てて分かるんですよね。あ、うん、そういうことだろうなっていうのはだからその見た目が、はい、三輪和音さん、はい、どうでしょう。ダンスで見せるって、はい、これ多分見方がなかなかね分からない人たちもまだまだ多い中で、いろんなのその形状っていう形から決していやらしくないんですよ。そうなの、美しいです、綺麗なんですよ、だからすごくその言いたかったことと今監督がおっしゃってたようなやっぱり社会情勢に合わせてあだからっていうのが余計結びつく。でまた短い中で全部がこうなんていうのかな、言葉じゃなくて難しいことではなくって、はい、観念でわかる。ああ、よかったです。そうですね。これ多分ドラマでやってしまうとかなりお説教臭いですね。そうなんですよね。こうなんだよ、ああなんだよっていうのが、うん。だから考えるきっかけ、それから見た人が新しい言葉をまた自分たちで生み出すきっかけにはなるかなと思って。そうですね。なんか世界に通じる一本だと私は声を大にして申し上げたいです。うん、嬉しい。タイトルに惑わされないで、Me Too というよりもなんか一つなんか人間のある種のエモーションを描いている一本、これはもう11分間の傑作です。ホモソーシャルダンス、そしてローナルキッソス、それから23時60分、そして、ピンボケスティーライツ、この4本が、はい、短編が上映されます。池袋シネマロサで3月30日からです。では、この今日ご紹介できなかったこの映画のこの曲を最後に聴いていただきましょう。映画ピンボケシティライツオリジナルサウンドトラックよりピンボケシティライツのテーマ。この番組では皆様からのリクエスト曲、番組への感想などをお待ちしております。宛先はこちらです。郵便番号 211-8566 川崎 FM 岡村陽一のシネマストリートの係まで。ファックスナンバーは川崎044-711-1400 044-711-1400。E メールアドレスはすべて小文字で kst@kawasakifmco.jp までお待ちしております。監督、これは初日舞台挨拶あり、
はい、舞台挨拶毎日やります。あ、素晴らしい、素晴らしい。さらに、日替わりで、特ゲストを呼んで、僕とゲストで20分間対談を、毎日行います、はい。見終わってね、疑問が出てくるんですね、はい。これはどうなんだろう、監督何を意図したんだろう。で、さっきゆかちゃんが答え合わせというふうに言ったんだけど、答えは一つじゃないですからね、いろんな捉え方がある。ぜひ、監督に会っていろいろ話聞くこともできます。池袋シネマロサ、去年カメラを止めるなんて大儲けをしたと思ったという、この間までやってました、すごいですね。ぜひいらっしゃってください。3月30日から4月5日まで、レイト労働省です。番組初登場、庄司剛監督でした。ありがとうございました。ありがとうございました。また岡村陽一のシネマストリート、ありがとうございました。どうもどうも、ありがとうございました。お疲れ様です。そう、なんかね、こうプルプルプルってこうエレクトしてるところとかね、おかしいよね。かわいいですね。はい、島岡さんどうでした？はい、新宿タイガー、うん、私もやっぱり新宿行って会わないとだと思ってます、うん、朝日新聞配ってるところぜひ見てみたいと思います。はい、はい、頑張れ。はい、あ、何でしょう。はい、私長い間3月30日退職する。え、辞めるの？辞める。え、お世話になりました。それは知りませんでした。本当も二十何年、どんな同じ会食、どんなあれでした？印象は一言で言うと幸せです。そうですか。この後どうされるんですか？もう内緒分かりました。いやいや、ちょっとショック。そうなんですよ。あら、本当、ちょっと待って、後で。すみません、あれ、どう、締め合わせるお世話になりました。ありがとうございました。びっくりしました。それ見せない。はいはい、違う、はい、はいはいはい、後で。はい、すいません。はい、かずねちゃん、今日どうでしたでしょうか？ちょっともうびっくりでした。なんか最近行くとこで、あ、今日も庄司さんに会えた、びっくりって思ってます。あら、よくね、いらっしゃるということでございます。ありがとうございます。はい、そして、なぜか途中から現れ、なぜこの映画に関係がないのに、どうして西山幸宏？この間新宿タイガー見てきました。あ、はいはい。その際にですね、岡村さんの番組出るって言ったら、うん、ちょっと急遽駆けつけてしまいました。えらい、新宿タイガー面白いです。面白いですね。まさに新宿そのものです。この彼は新宿そのものです。はい、はい、そして番組初登場、庄司剛監督、いかがでしたでしょうか？はい、いや、楽しい時間をどうもありがとうございます。しっかり PR させていただいて、うん、まあ、なかなか自主映画ってこう映画館でかかること自体がやっぱり少ないですからね、うん、ちゃんとまとまった時間、うん、だからせっかくなんで、ちょっとこの機会に、皆さん見ていただけると嬉しいですね。なるほど。僕は去年、いつまでも亀止の話ばっかりなんですけども、はい、去年はね、自主映画と商業映画の境がなくなった最初の年だと僕は思っております。これは本当にね、ちょっと偏見なしに見てほしいなというふうに、ね、はい、思います。そして、久々にいらっしゃいましたハーマザーで有名な、佐藤義則監督、いかがでしたでしょうか？はい、前回に引き続きありがとうございます。今回新宿タイガーさんのことで呼んでいただいて、横浜でもジャック&ペティでまだ日にちは出てないんですが、やる予定ですので。あ、素晴らしい。はい、横浜の皆様よろしくお願いいたします。はい、見てね、はい、もう一回来てください、じゃあね、はい、さあ、そして、ゆかちゃん、はい、今日はいかがでしたでしょうか？まず新宿タイガーさんなんですけど、私結構新宿に出没してたんですけども、お会いしたことがなくって、うん、ちょっと探しに行こうかなって思います。写真撮るといいね、写メとかね、はい、撮りたいですよ。ですね、絶対写真撮りたいですよ。で、拒否しないですよね、彼はね。すごい楽しみです。はい、で、あと、もう一編はですね、庄司監督の作品なんですけれども、本当に別に女子が見ていやらしいとかっていうのもないので、うん、むしろ女の子は見に行って楽しいかなって思う部分もあるので、ぜひ見てほしいなと思います。はい。はい、ですね、ちょっと監督、今日はね、偶然なんです。この2本を今日やるっていうのは全くの偶然でこの今日になったんですけれども、どちらも普通の人じゃないじゃない。新宿タイガーさんもこの庄司監督の映画出てくる人たちも、ね、普通じゃない人たち、一見ちょっと違う人たちを排除したりしないで、ちょっと受け入れて見てみようと、うん、これでも本当に人間の一番そうしなきゃいけないところじゃないでしょうか。別にその教訓めいたことを言うんじゃなくて、あえて言います、娯楽映画です、はい、娯楽映画です。顔見て娯楽の人です。ぜひ皆さん2本とも新宿タイガー、そしてこの短編4本、ご覧ください。今日なんかなんとなくテーマがね通底してて、嬉しい日でございました。また来週です。ごきげんよう。